はい、シャドーバース実況やってまーす。タクチャンネルです。もうね、アプリカードゲームとかマジマイッチングなんだけどさ、俺がカードゲームやってる身としてはさ、だけど結構やっぱさ、俺もいい年なんでさ、そんなさ、なかなか時間がないとかそういう環境の中でこうやってさ気軽にネットでプレイできるっていうのはやっぱアプリのカードゲームってすごいよね。まあその反面、なんかボードゲームカフェとかさ、リアルなスペースがちょっと流行ってたり、そういうこともあったりで、まあどうなんだろうね、これから。わしの店どうなっていくんだろうね。これはわしの店に限らずだけどね、どうなっていくんだろうね。まあ俺大変ですよ。うん、これどうしよう。三の嵐使おうかな。いちいち無視していいかな。そうだね、無視して一体処理しておこうみたいな。これね、処理してもこいつ生き残るからね。これがまあカードを消耗せずに一体倒したというところで割とあり。これ相手ヴァンパイアなんだね。なんか絵が違うの使ってるね。スリーブも変えてるし、結構俺ヴァンパイアも使ってみたいんだよね。このヴァンパイアはライフ10以下になるとなんかいいことが起きるみたいな、そういうリミットブレイクみたいな効果なんだけど、さあ負の嵐使うか、使うのか。いや使う必要ねえぞ。まずどこ行く。いいね、いい引きだね。そう、なんかモンスター引けって思ってたんだけど引きましたね。いいね、いいね、いい引きだよ。うん、でこのね11のやつはやられると44が出るから変身するのは1、死ぬと変身するというこのイケメン。はい、さあどうしようかな。やつパワー上昇しやがったな。まあこれで今までとやられちゃうと、どうなるかな。でこれがネクロマンス2で4打目に変わるからね。おー、もう綺麗に処理できてる。ガブッといくわよ。で残り3残ってるから、これやられてもドローできるものを立てて、ちょっと完璧なんだけど結構いいよ。今進化せずに場を返したのは結構強いよ。ただ相手も進化使ってきてないから、ここをこのターン使ってくるだろうね。ここまで劣勢になってると。うん、使ってきたね、やはり。で、まあリッチを落とすのかな。うん、ね、ですよね。俺はどうしようかな。ソウルハントで3コス残すのありだな。ソウルハントだと3ダメまでしかいかないんだけど、この1でつついてワンドローして、要はこれやられてもワンドローできるから、そこはポイントね。それを見越した上でハイウィッチにしてるから、これがいいでしょう。どう、もう完全に後出しじゃんけんしてるだけなんだけどね。これ特に2手3手先読むみたいなないね、ポケモンとかとは違ってね。もう現状の場を崩すことを結構考えた方が。もうライフもハースストーン30に対してこれ20なんだっけ。多少ゲームスピード速いんだよね。だからどうしようかなこれ。どうしようかな。ケルベロス、ケルベロスで進化するか、それとも負の嵐ぶっぱで終わるかってとこだね。サンネルとケルベロスどうしよっかな。ケルベロス使おう。
で、耳でガーディアンを落として、まあ11のコンボでも無視という形を取るかね。ただこれで相手復讐状態になったから、ここがこっからが油断ならないんだよね。ライフが10以下になるとリミットブレイクみたいな、効果を得るボーナスが得られるカードがあると相手のデッキにね。さあこっからが相手の本領発揮のポイントだと思うんですけど、まあコウモリで、あら諦めたようですね。まあ C1 ランク、結構ランク C1 だけど割と勝てるね。まだ割と負けなしですね。ありがとうございました。